まずはじめに野菜を切っていきます。ニラです。ニラは 3-4cm 長さにこのようにザクザクと切っていってください。続いてもやしです。もやしはこのようにひげ根だけを取ってください。ここが今日のポイントです。こうすることで食感がとても良くなるので、ぜひひげ根を取ってください。続いてさつま揚げです。さつま揚げも細切りにします。少し厚みがある場合はこのように少しそぎ切りにして、そして細切りにします。それではお湯が沸いたので、ここに塩を少し加えてもやしから茹でていきます。もやしは色が悪くなるので、茹でるまでお水に放しておいてください。それでは食感が大事なので、このように少し沸いてきたらニラを加えていきます。ニラは生でも食べられるので、加えたらさっと混ぜて色が変わったらざるに取ります。茹で上げて水気を切ったら大きめのボウルに加えて、千切りにしたさつま揚げも一緒に加えます。ここに調味料を加えていきましょう。鶏ガラスープの素、塩少々、ひとつまみ、そしてごま油、これでよく和えます。さつま揚げからも塩分が出てくるので、少し置いてなじませてから白ごまを振って盛り付ければ出来上がりです。ナムルにさつま揚げを入れることで甘みとボリューム感のある副菜になります。お酒のおつまみにもおすすめです。ぜひお試しください。